はい、こんにちは。今回は絶対王者が KO され世界中が驚いた試合を紹介いたします。アマチュア時代にオリンピックで金メダルを獲得したウラジミール・クリチコはプロでも WBO 世界ヘビー級王座に戴冠し、5度の防衛戦を全てKO か TKO で勝利し、絶対王者として君臨しておりました。クリチコは6度目の防衛戦にコーリー・サンダースを迎えましたが、サンダースは2000年5月にハシム・ラクマンに KO 負けを喫して以来試合数が減り、プロゴルファーを目指しておりました。サンダースはボクシングの練習よりゴルフの練習の方が多かったことで、絶対王者クリチコが簡単に KO すると思われていたのですが、なんと挑戦者サンダースが初回に左ストレートでダウンを奪いました。続く第2ラウンドもサンダースは絶対王者から2度ダウンを奪い、番狂わせを起こしたのでした。ロイ・ジョーンズ・ジュニアはボクシング史上最高の身体能力を持つ選手と言われ、ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級と4階級にわたって世界王座に戴冠いたしました。重量級としては破格のスピードを生かした攻撃や防御感にも優れ、バーナード・ホプキンスやジェームス・トニー、マイク・マッカラムなど超一流の世界王者たちを破っており、長きにわたってボクシング界のトップに君臨しておりました。半年前にアントニオ・ターバーから WBA、WBC 世界ライトヘビー級王座を奪ったロイ・ジョーンズ・ジュニアはアントニオ・ターバーと2004年5月に再戦いたしました。当時ロイ・ジョーンズ・ジュニアは49勝1敗の戦績で、敗れた1敗も KO した相手をダウンした後に殴ったために反則負けにされた黒星で、実質50戦全勝と無敵を誇っておりました。一方アントニオ・ターバーはこれまで21勝2敗の戦績で、硬いガードとサウスポーからのスピードある攻撃で、アマチュア時代はアトランタオリンピックで銅メダルを獲得し、世界選手権で優勝した実績を持っております。試合前ターバーはロイ、今夜お前は言い訳を考えておけよと言い放ち、初回硬いガードでロイのスピーディーな攻撃を封じました。そして続く第2ラウンドにお互いスピードあるパンチを交換し、ターバーのサウスポーからの強烈な左フックが絶対王者の顎を捉えました。
マイク・タイソンは身長178センチとヘビー級としては小柄ですが、巨漢ボクサーをガードの上からでもなぎ倒す桁外れのパンチ力に加え、ヘビー級では破格のスピードと様々なコンビネーションブロー、そして相手のパンチをボディーワークで巧みに外す鉄壁の防御を武器に、次々に大きなボクサーをキャンパスに沈めてきました。統一ヘビー級王者で37戦全勝 33KO のタイソンは、ボクシング界だけでなく全ての格闘家の中でも人類最強と思われ、タイソンが負ける姿は想像もつかなかったのですが、無名のジェームス・ダグラスとの試合で大苦戦を強いられます。当時タイソンは無敵と思われていましたが、1985年にカス・ダマトが亡くなられてから私生活が乱れ、路上での喧嘩や離婚問題、そして練習よりパーティーに忙しくなり、練習量がめっきり減っていたのです。体が重そうなタイソンとは対照的に、ダグラスはしっかりと準備をしたせいでパンチにキレがあり、タイソンはたびたび左ジャブとカウンターを被弾し、ダグラスペースで試合は進んでいきますが、8ラウンド終了間際にタイソンの強烈な右アッパーが炸裂します。8ラウンドにダウンしたダグラスは、9ラウンドに入るとすぐに反撃を開始し、10ラウンドには強烈な右アッパーからの連打で世紀の番狂わせを完結させました。アマチュア時代全勝のレコードを持つウンベルト・ゴンザレスは、1984年にプロデビューし、1989年6月に WBC 世界ライトフライ級王座に戴冠し、初防衛戦ではこの階級で15度防衛したチャン・ジョン君を破り、その後も順調に防衛を続け、全階級で最も強い絶対王者と評価されておりました。29戦全勝 23KO の王者チキータは、6度目の防衛戦にローランド・パスクアを迎えました。挑戦者のパスクアは24勝5敗の戦績で、すでに5敗もしており、 KO 数もわずか8試合という戦績から、絶対王者のチキータが楽に KO すると予想され、賭け率は50対1と言われておりました。絶対王者チキータは身長は155センチと小柄ですが、165センチのリーチを使って距離をコントロールし、右構えも左構えもできるスイッチヒッターで、どのパンチも強く万能型のボクサーで、軽量級ながら多くの試合を KO したハードパンチャーです。王者チキータはポイントでリードしているものの、いつもの出入りがなく、この試合では無気になってパスクアと打ち合うシーンが目立ちました。そして迎えた第6ラウンド、打ち合いが一層激しくなり、低い KO 率のパスクアが強打を振るい、徐々に絶対王者を追い詰めていき、強烈なカウンターをヒットさせました。
1988年6月、WBC 世界ミドル級王者トーマス・ハーンズにアイラン・バークレーが挑戦いたしました。トーマス・ハーンズはヒットマンの異名を持ち、2メートルを超えるリーチから繰り出すフリッカージャブやチョッピングライトで KO の山を築き、ウェルター級、スーパーウェルター級、ライトヘビー級、そしてミドル級と世界王座に戴冠しました。一方、バークレーは8ヶ月前に初めての世界戦を行いましたが、ガランベイに判定負けを喫し、これが2度目の世界戦です。3ラウンドになると、バークレーが距離を潰し出し、バークレーの強烈な右パンチが王者の顎を捉えました。